というわけで今回は親子丼でございます。親子丼の、ものをね298円よりさらに安いんですけどね、さらにそれをもっと割り引いた形で、ね、ではいただきます。まあスーパーなんかも大変ですよね。やっぱり売り切れないとね、作るのはいいけど売り切れないとね、結局無駄に廃棄処分してしまうことになるんで非常にもったいないですから。そしたらもう元々安く作ってんだけど、まあそれでも売れ残ってしまった場合は半額にするという形ですね。まあいかにそういうふうにロスをある意味なく少なくしていくかというのが、ある意味食べ物とか使ってるお店なんかは特に大事ではないかなと思います。ではいただきます。非常に卵ね、ふっくらとしてる。まあ私が作ってこんなふっくらした卵できないんですから、やっぱり スーパーのね、弁当とか作ってるコーナーの人は、作りがやっぱうまいですね。で、非常に、肉厚感とね、ご飯の柔らかさが非常に美味しくて、でこの皮もふっくらと甘みがあってなかなか美味しい味付けであるなと思いますね。で キュウリのキュウちゃんのねシャキシャキ感もあるし、鶏肉のうまさと甘みがじゅわっと広がる美味しさでいて、これなんとも言えない味わいですね。で、この、美味しさと、甘さが良くて。でこの一人た美味しさがいいですね。で何とも言えない美味しさと、卵のふわふわとサクサク感がね、
非常に良いですし。うん。それでこの、全体的にふっくらとしてご飯の甘みがあり、肉も鶏肉も柔らかく、卵も柔らかく、ネギも柔らかいでしょ。で、キュウリのキュウちゃんのコリコリとした食感というか、これが実に良かったって言って、なかなかのやっぱり親子丼というだけあっていい、味わいですね。この出来だったらある意味スーパーで売るだけじゃなくて、ちょっとした食堂なんかで出しても売れるんじゃないかなというふうに思います。なかなかいい甘みで、ご飯もボリュームがあって、いい作りであるかなと思いますね。どうもありがとうございました。